戦国武将記号成瀬正武ですここはあの文京区の吉祥寺にあるんですけども、まあ、あのこの方はですね、まあ、あまりにもあの有名な成瀬正成公、えー、が兄ですよね、えー、の弟の弟になります。ちょっとお名前がねあの皆さんあの通知の正という字が付いているんでちょっとわかりにくいんですけども、まあ、あの家康の地秀,秀忠公ですね将軍家に仕えて旗本になったと。 いう方になりますよねどちらかというとあの江戸の方に出られているっていう感じですね成瀬家っていうとあの終わりの付家老で、まあ、犬山城主っていうイメージがあるんですけど、まあ、兄弟も何人かいましたんでこの方はあの秀忠公のまそばというか、えー、江戸の方にいてですね、えー、まあ旗本もともと古生っていのは故障なんですけど、えー、子どもの頃ですね56歳の頃から故障してたと。 まあその関係からですね、まあ、地方にあの下るというかそういう大名ではなくて、えー、まあ一応5000億ぐらいはあの持ってたようですけどもだから独立した何々藩とかそういうことではなくてですね古生、まあ、からまあ旗本ですねいわゆる万石、えー、以下お目見ええー、の家臣としてですね、えー、使えたという形になりますまああのそうですね有名なところでは大阪の冬の陣あたりですかね、あのー イエス公から直接、まあ、真田とか後藤とか、まあ、西軍とのですね交渉役というか、えー、そういうことでまあえー、少し活躍したとそういうことが伺いますねちょっとお名前自体はあんまり有名ではないんでどうかなと思ったんですけども、まあ、あの兄がね、えー 有名な方ででですすので、まあ、後々、あのー、そういっったこともあってですね大名に取り立てられてるのかなともちょっと思って調べたりしたんですけど、まあ、子供は子孫はですね、あのー、いらっしゃるんですけどどうも男子の家系が少なくてですね、えーまあ、あの少なくてというか、あのー、兄がいますのでだから本家からですねちょっと文系っていう形よりも、まあ、ちょっと旗本として存続したと。 そういうい形になりますよ、ね、ですからまあちょっと江戸時代の初期まではあの生きていた方ですので、えー、まあ何と言ってもですね <laughs> もう何度も話してしまいますけど正成公があまりにもちょっと有名なんで犬山の初代藩主ですよねですからその弟っていうことでですね、えー、まあ幕閣その旗本なんですけども文、まあ、養職ですとか養殖についてたようですよね。 てか兄とも交流はもちろんあったと思いますけども1585年の生まれですからまあまあ戦国大名としてはね遅い方になりますけどもまあいろいろなその徳川家が落ち着くまでですねえいろいろあのまあ身近なところでですねまあ秀忠子の故障としての活躍まあそれとえ五千石ですけどもまあ五千石ってすごいですよね大名級ですから0.5千、えー 5万石っていうところですから、まあ、かなり旗本としてはですね。まあ、かなりのえ耐震であったということが伺えます。はい、えー成瀬正成公の弟でま成瀬正武子えー、でした。